次はやってみたかった曲なんですけども、ちょっと難関の曲なんですけども、バイオソレーズやってみたいと思います。先ほどやってました松山千春とか、すでに最近ちょこちょこ曲やりだしたんですけども、両巨頭の、長渕剛ですね、弾き語りの方の。今日はですね、夏祭りの、してみたいと思います。二つ目につくぐらいの
you.